はい、皆さんこんにちは。テニストレーナー朝日です。今日はですね、菅生コーチに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回ですね、姿勢の動画を上げたんですけども、その動画にですね、コメントをいただきまして、胸椎の、しっかりこう立たせる時に、ストレッチとかトレーニング方法あれば教えてくださいということで、今回はですね、その前回の姿勢の動画から、前回の姿勢、正しい姿勢は説明したと思うんですけども、その姿勢を取るためには、どういうストレッチやエクササイズをしたらいいかっていうことですね、今回やっていきたいと思います。前回やったのは、この、まあ、耳裏、肩の横、太ももの横、膝、足首ってこう全部ライン状になる姿勢が理想の姿勢ですよっていうふうに解説したんですけども、その中でですね、まあ、一番、僕がちょっと強調してたのが、この胸椎、胸のところが丸まっちゃう姿勢、こういう姿勢です。で、顔が前出ちゃって、肩甲骨が開ききっちゃって丸まっちゃうみたいな姿勢なんですけども、で、それをしっかりこう立たせましょうっていうふうに、動画では解説したんですけども、多分やってみてもらうとわかるんですけど、できる人は立たせようと思えば立たせられるんですけど、できない人はですね、この姿勢がそもそも取れないっていうことが起きてきます。まあ、そのためにはしっかりとこの胸椎をしっかりと立たせる、進展させるストレッチだったりとか、トレーニングをやっていかないと改善はしません。で、まあ、前回の動画でも言ったんですけど、姿勢はめちゃくちゃ大事です。で、その姿勢がそもそも悪い状態で、どんだけ練習しても、その背中丸まった状態ですから、全然意味がないと僕は思うんです。ここが丸々と、前の動画で言ったのは肩甲骨が開いちゃって、こうロックされる。回線の動きが出なくなるっていうのを一個挙げたんですけども、その他にもいろいろあって、一個は丸々と、骨盤がですね、後傾って言って後ろ側にこう傾きます。で、こうなると、もも裏とお尻がこうの筋肉をですね、ピーンと張れなくなるので、この背中丸めた状態で裏触ってみてもらうとわかるんですけど、ここがもう、全然力入ってない状態になっちゃうので、どうなるかっていうと、全部前もも、太ももだけ使って、テニス、動きをすることになります。でそうなると、こう、パワーポジションの姿勢、お尻引く姿勢もなかなか取れなくなっちゃって、膝が前でって、膝怪我したりとか、あとは、全然お腹今力入ってないので、体幹もブレるみたいな、もう、最悪でいいことないので、まずはこの姿勢を直した方が、直すことが最初です。結構皆さんにこれを言うと、姿勢はとりあえず後にして、強いショットの打ち方とか球際とかをどうやって打つのかっていう、その技術系の方を教えてくれって言われるんですけど、ここが丸まったらもうやる必要ないぐらい大事なので、まずはこの動画で丸まっちゃってる人は、この理想の姿勢を取れるように改善してからトレーニングだったりとかテニスを行った方がいいかなと思います。エクササイズやっていきます。で、頭くっつけられます。で、お尻と頭ついた状態。出たー、ちょっと待て。うわ、どうですか。ちょっと浮いてます。膝立てたら、あ、行けますか。はい、そしたらもうすでにやってもらってるんですけども、まずストレッチ一つ目ですね。まあ、胸椎が丸まっちゃってるので、シンプルにその丸まりを逆方向に引っ張ってあげて、伸展っていうんですけども、伸ばしてあげようっていうストレッチになります。で、まあ、ストレッチポール、今回使ってるんですけども、内科とかはですね、座布団丸めたりとか、あとは枕、下に敷いてとかでもいいので、肩甲骨の後ろ、胸の後ろ、あばらの後ろに敷いてもらって、この動画なら、姿勢を取ります。で、お尻は絶対浮かさないようにします。浮いちゃうと、ここまっすぐになっちゃって、全然ここが、胸椎の部分が伸びてこないので、しっかりとお尻つけてあげて、で、プラス頭もですね、浮いてきちゃうと、これもまた直線になったって全然伸びないので、こういうアーチを作るような感じですね。で、できる人は、プラスバンザイをしてもらって、もっと言うと、だーで、伸びた状態、もうまっすぐ伸びた状態で、このまま地面にずっと、つけるような、つけるようになってもらいたい。うん。一回 OK。朝一は辛い。朝日これできる？ああ、行くね。こんな感じです。背骨だな、背骨。
で頭が上に行ってるのでずっとやってると頭に血上っていきなり起き上がるとクラクラするので、まあ、3分ぐらいやって起き上がるときちょっとゆっくりやるようにしてください。そしたら2つ目ですね、今度はポールを縦にしてもらってこの上に座って寝っ転がるような姿勢をとります。でその後手を横に広げてもらって肩甲骨から手がついてるようなイメージ、背中から手が入ってるようなイメージで脱力します。今地面に手がついた状態だと思うんですけども、このまま地面から手を離さずに頭の上で両手タッチ、このままずーっと地面吸ったまま、あ、これできます。地面から離れてない。で、このまま地面から離さずに下に戻って、で、まあ、肩甲骨の動きなので、直接、まあ、さっきの胸椎ではないんですけども、ここが丸まっちゃってる人はですね、肩甲骨が外に開いた状態で固まっちゃってる人が多いので、こんな、そういう人が、このエクササイズやると、どうなるかっていうと、上に行くにつれて多分手が浮いてきます。ちょっと浮きすぎ、浮きすぎか。やりすぎか。この真横、90度超えたあたりからだんだん浮いてきちゃって、地面に全然届かない。頭の上に手を上げたら、このぐらい距離が出ちゃうみたいなことが起きるので、無理やりグッて押すと、肩痛める可能性があるので、まあ、重力にこう任せるというか、リラックスした状態で、ゆっくりぐーっと下ろしていく。まあ、数回で地面につくようになることはないと思うんですけども、継続してやることが大事なので、練習終わった後とか、もしくは、ちょっとウォーミングアップでやるので、やってみてください。はい、そしたら3つ目ですね。今度は、ストレッチだけじゃなくて、少しこうトレーニング要素も入れてやっていきます。今度、うつ伏せになってもらって、顎をちゃんと地面につけた状態で、手をですね、上に45度ぐらい開いた状態で、このまま手を上げていきます。こんな感じです。で、下ろしてもらって、でこの時に顎が浮いちゃう、上がってきちゃうと、この胸椎、背中じゃなくて、しかし腰で上げちゃうことになるので、今回は腰の筋肉は使わずに、この背中だけ使ってあげたいので、腰脱力して、顎を地面から離さずに、浮かしていく。こんな感じ。でこれも、この背中、胸椎が丸まっちゃってる人は、絶対上がらないと思います。上げようとしても、本当にちょっとペッと上がるぐらい。本当にこんな感じになる方が多いので、しっかりとですね、上げて、で、どんぐらいですかね、10センチぐらいは地面から手が浮くぐらいは上げてほしい。で、これも腕で上げるっていう人は、背中から手が生えてるイメージで、肩甲骨からギュッと上げてくるようなイメージでやってみてください。まあ、今回はうつ伏せでやってるので、立ってチューブで引っ張るのでも OK です。ただ立つと、腹筋が抜けたりとか、あとは腰反ってても引けたったりするので、まず最初はこのうつ伏せ寝た状態でやった方が他のこう考える部分が少なくて済むので、うつ伏せからやってあげるのができたら、こういうチューブトレーニングを入れてもいいかなと思います。今度ラスト1個ですね。最初にやったこの胸椎を伸展させるストレッチと似てるんですけども、練習前とかだとポールなかったりとか、座布団枕はないと思うので、まあ、練習前に入れるストレッチとして、ちょっと簡易的なやつをやっていきます。まあ、今回ベンチでやってるんですけども、机とか、まあ、椅子とかでいいと思うので、肘をですね、つけます。肘つけたら、このついたとこの空洞、この手の間ができると思うんですけど、その中に頭スポッて入れます。こう中に入れる感じです。で、その時に、まあ腰も、これは反っちゃって全然問題ないんですけど、しっかりですね、ここが反り返る。胸もしっかりと反る姿勢をとって、胸椎をストレッチしていきます。これも丸まっちゃってる人がやると、多分この中に頭入んないんじゃないかなと思う。無理やり入れようとしても、ここが丸まっちゃってるんで全然入んない状況になるので。まあかといって、できないからやらないってわけじゃなくて、この姿勢でもいいので、しっかりとこの胸の部分、肩甲骨の部分が
伸びてる感覚があれば全然 OK です。で、まあ、プラスして、で今肘がこう開いてると思うんですけど、肘を立てた状態で立てて、でこの持っ手をこちらにぐーっと持ってくると、ちゃんと筋トレってこの二の腕のところも水平に伸びるので、できる人はですねこの姿勢もやってみてください。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、今回4つ、エクササイズトレーニング紹介したんですけども、まあ、さっきも言った通りですね、背中丸まった状態で、僕が動画で上げてる例えばスクワットとかを頑張ってトレーニングしても、丸まってるの上に対してまた重りが乗っかるので、丸まるのがよりこうなんていうの、助長される感じになるので、まあ、まずはしっかりとですね胸を張った状態の姿勢が取れることの方が大事になります。なのでですね、まず今回やった4つのエクササイズです、ね、皆さんできるかやってみてもらいたいなと思います。で、まあ、他のテニスの動画と違ってですね、まあ、一発で治るものじゃないので、どっちかというとこう継続してやることの方がすごく大事になるんですけども、こういうのをですね続けてできる選手が立ち上がっていくと思うので、皆さんもちょっと地味なんですけども、継続してやるようにしてみてください。ぜひですね、またコメントの方もお待ちしておりますので、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。今日はありがとうございました。今日の動画は以上になります。バイバイ。はい、皆さんこんにちは、テニストレーナー朝日です。